4月13日から始まった2024年の大藤祭り初日の様子をお届けします。藤屋園内に咲く花の様子をお楽しみいただけます。訪れる際の藤の開花情報としても役立ちます。昨年の様子はこちらの保存版の動画でご覧いただけます。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をして最後までご覧いただけると嬉しいです。ここ園道は宿根草を中心としたナチュラルガーデンになっています。丈夫でおしゃれで可愛い人気の品種がたくさん植栽されています。今シャクナゲの花も華やかです。ブルー、ホワイト、ピンク、イエローの花の彩りが見られます。薄紅藤が開花しました。開花が始まって1週間から10日ぐらいが見頃だと言われています。薄紅藤が咲く太鼓橋です。女優の綾瀬はるかさんが映画の撮影でこの橋を渡ったんですよね。大藤、藤の花房が垂れ下がる前なので、荘厳で神々しい姿がむしろよく見られますね。2本の大藤が連結したものすごい大きさ、広さです。13日に開花が始まりました。大長藤、園内に4本ある大藤の一つです。ここに藤の花房が垂れ下がるのですから、すごい景色になりますね。白い小花が咲く前のフレッシュグリーンのつぼみがキュートです。早咲きのツツジが満開です。紫藤棚。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。藤棚の下はルピナスや新種のマーガレットなどで華やかです。隣では八重桜が満開です。八重藤、大藤の一つで、八重黒竜藤は世界でもとても珍しい種類だそうです。
草がほどけ始めて、小さな花が一つ一つ咲いていく様子を見るのもワクワクします。白富士ですね。こちらは紫富士です。草の根元から少しずつほどけて花が開きます。この薄紅富士の開花が一番早く始まります。早咲きのツツジでふわりとしていて優しい桜色です。ローズガーデンでは色とりどり珍しいチューリップが咲き誇っていました。特にこの日に目を引いたおしゃれな花を紹介しますね。チューリップカチンカ。チューリップ W。 チューリップダブルサプライズ。チューリップブルーヘロン。チューリップレッドフォックストロット。白富士のトンネル白富士。ローズガーデンの横にある白富士のトンネルです。白富士はとても良い香りのする富士です。白富士が咲く頃、赤いツツジとおめでたい紅白の花景色が広がります。蛇行富士。見逃してしまいそうな場所に一本だけあります。藤の中でも一番香りが強いのではと言われているそうです。素敵な藤の花景色と出会えるよう、これからも様子をお伝えしていきますね。よろしかったらぜひチャンネル登録をして、これからもご覧いただけると嬉しいです。グッドボタンやコメントもとても励みになりますので、よろしくお願いいたします。